ははい、えー、こんにちはジャンゴです今回は、えー、ピオ将棋えー、っとねまあどこまでいけるかやってみる動画、えー、続けてねやっていってみようかなと思うんですがまあ、ちょっとね前回までは、えー、ルール曖昧なままね手探りでレベル1から戦っていっていたんですがまあ、そろそろね手ごわくなってきたのでしっかりルールを確認しようという回ですねなので入門講座を開いてみましょう入門講座あれでもこれって ちょっと俺が思ってんのと違うか将棋のルール基本編あこっちかおえー、っとねケー、OK、これですねまぁ、あ、ちょっとなんとなくは知ってるぐらいの感じで始めてしまったのでしっかり確認していきましょうかね今回、えー、将棋の駒には王将飛車 角行き角行きか。角ね、角丸とかなんか適当に言ってたんだけど、角、えー、角行なのかなえー、まあいいや、角ですね。角って、おそらく角行きではないと思うんで、角、えー、行ということにしておきましょうか。えー、金賞銀賞。まあ、金と銀ね。 <laughs> あの、毎回言うけど、えー、金と銀はね、めっちゃ面白いんで、読んでみてくれっていうね、全然将棋漫画じゃないんだけど、<laughs> あの、福本信之のね、やつですね。えー、おすすめは、青天井ポーカー。えー、そして桂馬、えー、桂馬マ、え、マと、強者え、香りちゃんね、香りちゃんと、えー、っと、で、いつも一歩一歩とか、ポとか言ってるけど、えー、歩兵ですね、歩兵の、えー、8種類ありますよと、ふ、ふって言うんだよね、なんかみんな。あの、ちょっと、 消費の動画探して見てみたけど、ちんぷんかんぷんだった、だいたい。<laughs> えーっと、そんな感じですよと。で、えー、っと、えー、王将と玉将が同じということっすね。で、えー、省略して、えー、玉飛びか、えー、玉飛び角金銀、えー、京京、京京、ふ <laughs>、と書きますっていうことでいいのかなうん。 で、えー、各コマの動きが、えっ、ー、と、数のようになりますということで、えー、数のようになる、キング数で、えー、周り全部動けるよということで、まあ、これは、あれですね、あの、牧場物語の種が負ける範囲って覚えておけばいいのかなと。で、トビさんが、えっ、ー、と、どこまでも縦横動けますよということで、まあ、動けるマッス的には、えー、下のね、角さん、 びさんこの2人が一番動けるマス的には多いということで障害物が何もなければ、えー、4マス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 、えー、16マスの範囲に、えー、自由に動けるよという感じですねで斜めになってもその数は一緒かで、えー、金については、えー、金は、えー、キングの斜め交代できなくなったやつですねで銀については、えー、前 3マスプラス、斜めになら下がれるということですね。はい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 。で、え桂、ー、馬は、なんか桂馬の位置に全部動けるのかと思ったら前にマスだけという、ちょっとしょぼい、ちょっとしょぼいやつですね。で、かおりちゃんは、交、え、代、ー、のネジを外してはあるんだぜっていうね、ドッポちゃんなんでね、かおりちゃんなのにドッポちゃんなのがすげえや,やこしいんだよね、バッチ的に見ると。花山なのか、オロチなのか、どっちなんだいみたいな感じですね。 で、えー、幕の内はベタシーシングファイター。一歩ずつしか進めないので、えー、まぁ、あ、一歩一歩行ってもらいましょうというポですね。で、動かす先に駒がある場合、相手の駒であれば取ることができる。そういうことですね。数では、えー、数はポを動かして相手の金を取ることができるよということで、まあ逆に言えば相手のターンだと、えー、ポが取られちゃうっていうことですね。はい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 。で、自分の駒は取れねえ。<laughs> そう。これがね、 ずるいよね。<laughs> あの、だから、この自分の駒は取れないっていうルールのせいで、初期ハイパイだと、結構強いはずのトビさんが反復横飛びしかできないっていうことだよね。自分の駒は取れません。また他の駒を飛び越えて移動することもできませんと、えー、いうことですね。えー、数では、 えー、飛びを動かそうとしてますが、上の金は相手の金なので取ることができます。左の金は自分の駒なので取ることはできません。また駒を飛び越すこともできません。ということで、えー、っと、だから8の5とか9の5にもいけないよということですね。 えただし、桂馬だけは間に駒があっても飛び越すことができる。まあ、どういうルートで進んでるとかいう話がないからね。<laughs> 結局これ、斜めに進んで前進してる可能性を考えたらいけるわけだし。ま、あでもあれか。要するに前3マス全部埋まっててもいけるよという話を説明しているのかなまあ、馬で飛べるよっていう、馬っていうか、まあ、あの、チスだとナイトの動きだもんね。ナイトはもっと、銃を無人なんだけど、えー、桂馬の方はね、ちょっと、 <laughs> あの前しか行けないということですねえー、っと「ピオ将棋」ではコマをタップして選択すると動かせる場所に、えー、四角マークが表示されるあそうこれがねなんか分かりやすいからこのアプリでいいのかなとか思ったんだよね、えー、またトップ画面の歯車ボタンから設定表示コマに入門用の動きガイドをオンにするとコマが動かせる方向が緑のマークで、えー、表示されるどういうことだ え、コマの動きを覚えていない方はこの設定をお勧めします。ああ、これはちょっとうっとしいね。<laughs> これはいらんわ、さすがに。<laughs> なるほど。こんな機能もあったよね。あったのねっていうことですね。はい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 。えー、で、駒をなる、これですね。あの、裏返ったってやつですね。あの、バキの、えー、大々体裁的な感じですね。あのー、毒が裏返るとパワーアップして帰ってくるよと。 で、14キロの砂糖水を、えぇ、ー、列海王に飲まされて、復活、浜キ復活てなるっていうね。ま、あだからね、一歩なのかバキなのかもよくわかんない話をしてるんだよね。えー、っと、筆者、角、えー、銀、あー、やっぱり金慣れないんだよね。そう。これはね、やってて気づいた。金ね、裏返したらどうなのかなと思ったら裏返んなかったんだよね。前々回ぐらいかな。 で、えぇ、ー、桂馬と香ちゃんとぽですね。なることができる。あー、で、玉木になることができませんって書いてある。そうだ、玉木にやっぱなれないんだ。はい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 。えー、で、火がなると竜。えー、角がなると馬。そうだね、龍馬。龍馬が完成して、越前龍馬とか言ってた気がする。この前。で、えー、っと、銀がなると前。桂がなると桂。<laughs> これ、謎だなぁ、これ。えー、っと、 カオルちゃんはアンちゃんになると、で、ポがなるとトなんだよね。ポがなるとトはね、なんとなく知ってたんだよ。なんかトキンっていう話を、えー、トキンっていうのは聞いたことがあって、あのー、まあ、だから金の動きなんだろうなというのは知っていた。ってとこですね。でも他はね、裏返ったらどんな動きするか分かってなかったので、えー、その辺については、えっ、ー、と、おそらく、 今までのプレイの感じだと全部金なんだなっていう <laughs> 感触なんですが、まあちょっとその辺もおそらくここから説明が入るのでしょう。えー、相手の陣地3段以内に入るとなることができます。えっ、ー、と、必ずならないといけないというわけではなくなるならないは選択式。相手の陣地内での移動や相手の陣地から出る場合もなることができる。要するに、この、えー、上3段、相手から見たら手前3段の中で、 入るか出るか移動するアクションがあったらなれると、いうことっすね。え、ならなかった場合は次の手で再びなるならないが選択できる。前にしか進めない、えー、コマ。はい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 。この3枚。えー、っと、ケーマと、えー、かおりちゃんとポね。を次に動かせないところに動かす場合は必ずなる必要がある。あ、そうだ。ポが強制的に裏返って、んポかななんか強制的に裏返った気がする。え、なれば、 えー、金と同じ動きができるようになるので、えー、前以外にも動くことができるようになりますということで、やっぱ金なんだね、これ。そうだから、裏返ったら全部金になるっていうのを知ってたら、えー、っと、その一番上の説明で言うね、玉銀がなれないよっていうところは、抑えられてたんだね。はい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 。いや、はじめ、桂馬とかさ、裏返ったら、 普通にチェスのナイトみたいな動きするもの、するのかなとかって <laughs> 思ってたんだけどね。えー、全然そんなことはなかったという話ですね。で、えー、ならなかった、あ、ここは読んだか。ちょっと待って、どこまで読んだここまでか。えー数 <laughs> 数、数は、数はあ数は火を、えーっと、動かそうとしていますが、 赤い枠で囲われた相手の陣地内に移動する場合はなることができます。なるほど。え、ピオ将棋ではなれるときになる、ならないを選択する、えー、ダイアログが表示されると。えー、っと、火をなって竜になった。なるほど。ほい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 。えー、で、数は敵の陣地にいる、えー、火を動かそうとしていると。 相手の陣地内での移動や、えー、相手の陣地から出る場合もなることができますよと。うんうんこの辺は分かってますよと。いうことで、バックしてもいいよという感じっすね。えー、数はポーを動かそうとしている。一段目に動くと次に動けなくなるので必ずなる必要がある。えー、ピオ将棋でそういう場合はなるならないを選択するダイアログは表示されず強制的になるようになっている。なるほどね。えー、っと、なりごまの動き。 なった場合の各コマの動きは数のようになる。あ、ここが重要だね。え、竜は、えー、飛びに加えて斜め1マス。で、えー、馬は、馬は、えー、っと、馬で角だからこいつユニコーンなんだな。ユニコーンになると、えー、縦横1マスに移動できるようになるのか。はあ、なるほどね。そうだったね、実際。<laughs> で、えー、っと、残りは、 すべて金と同じ動きになりますということですね。なるほど。そういうことか。で、持ちマ、ま、美味しそうだね。いや、まあ、もち、持ちの意味が違うんだけど、今。<laughs> 相手の駒を取ると持ちマになり、駒台に置かれる。もちもちしてんね。え、持ちマは好きなところに打つことができます。ただし、次に動かせないところに打つことはできない。 えっと、数のように、一段目にポーを打ってしまうと、えー、っと、ん一段目にポーを打ってしまうと、えー、次に動かせないので、打つことができない。前にしか進めない、えー、っと、桂馬、えー、っと、強、負を打つときには注意しましょう。えー、ピオ将棋では打つことができないようになっていますが、実際の、えー、番と駒を使用して対局する際には注意しましょう。多分ね、この辺がね、俺まだ、 本物の番じゃできないと思う。<laughs> あの、打てないところを気づかず打っちゃうんじゃないかな、みたいな感じなんだよね。で、おそらくこの辺のどっかに説明があるんじゃないかな。なんか、オフサイド的なやつがあるんだよなって言ってたんですが、え、またすでに自分のポーがある筋、筋には、えー、ポーを打つことができません。同じ列に打っちゃダメってことあ、これか。これだな。打ってしまった場合は、 あ、二風二風ってなんか聞いたことあるな。と呼ばれる反則負けになります。えー、数のようにすでに、えー、ポガール筋にポを打つことはできませんと。あ、これだ。これねー、あのー、全然将棋のルールわかんなかった何十年も前に、八幡ダイバーって漫画で、二風って言葉自体は聞いたことがあったんだよ。なんか、 あのー、ハチンダイバーってね、エアマスターっていうバキみたいな漫画があって、それの続編なんだけど、なんか格闘漫画と見せかけて、全然将棋の話ばっかりしてるやつで、まあ、バキもね、相撲編とか言って相撲の話しかしてない <laughs> 時があったんで、まあ、そんなようなもんだという認識ではあるんだけど、なんかね、あのー、そう。 エアマスターエアマスターじゃねえ <laughs> あのまあジョン・スリーとかねあの辺後半結構出てくるからエアマスターみたいなもんなんだけど8番ダイバーってやつねあれでワードだけは聞いたことあったんですよね。まあただ、えー、光の子面白いけど以後わかんないって人がいるみたいに将棋全然わかんない状態で読んでたのでえー、っとまあ今ちょっとふと記憶とつながったという感じですね。 えー、なお相手の陣地に打つ場合は打った手でなることはできませんが次の手でなることが、えー、できますとあだからあれだよね動かないとならないってことだよね。 ここはなんとなく、えー、やってても分かったし、まあいきなり裏返ったらずるいだろうっていうのは感覚的に、えー、捉えていたかなという感じですね。えー、将棋の勝敗。えー、相手の玉を取ると勝ち。ああ、まあなんか分かりやすいね。えー、次に玉が取られてしまう状態を大、えー、手と呼びます。もう防ぐ手がなくなってしまって、どうやっても次に玉が取られてしまう状態を詰みと呼ぶ。えー、っと、数の、えー、局面から。はいはいはい。 えっと、金を前に動かしました。えー、っと、なんかこれ、ポの前に行った方がいいんじゃないのえー、っと、まあ、いいや。動かしました。次の手で相手の玉を取ることができるので、大手です。えー、ただし相手の玉は金を取ることができますし、えー、4の1、これ横縦で読むのか。いや、4の2へ、えー、逃げることもできる。そうだよね。逃げ道塞ぐなら、 えー、ドマン前に行った方がいいですよね先ほどの局面から、えー、金相手の玉の前に動かした場合です <laughs> こ<れ>金玉 <laughs> まあいいけど、えー、こちらも大手ですが相手の玉はどこにも、えー、逃げても次に取られてしまいますので罪ですああはいはいはいなるほどああこっちの方がいいよねとかじゃなくてそもそも動けないね確かに。 え相手から、大、えー、手がかけられているのに防がずに放置すると負け。また自ら進んで、えー、弾が取られるところに動かすのも負けですとはえ。ピオ将棋では上記のように負けになる手を指すことはできないようになっています。戦い方の基本、簡単に言ってしまえば。え自分の弾を守る。相手の、えー、駒を取って、えー、戦力を増やす。はい、えー。駒をなって戦力を増やす。相手の弾の近くに自分の駒を移動していく。または駒を打つ。相手の弾を追い詰め、逃げられないようにする。なるほど。 まあでもこの辺はさ、あの、王様取られたら負けだよっていうルールさえ知ってれば、自然にやるよね。あの <laughs>、言われなくともというか、まあ、オッケーオッケー。基本なんだね。それが、いいよ、それで <laughs>。で、駒落ち。えっと、基本の、駒配置は、日当てと呼びますが、ハンデとして、強い方の駒を減らした配置を駒落ちと呼びます。 え、置き棒みたいなもんですね。初心者の方は負けてばかりだと、えー、楽しくなくなってしまうので、駒落ちから始めて、勝って楽しみながら上達するようにしましょう。なるほど。まあ確かにね、コンピューターが、えー、一番弱いレベルからやっていくと、まあとりあえずね、あのー、今のところ勝てているから楽しいんだけど、確かにこれ勝てなくなってきたら楽しくないかもしれんっていう話はあるからね。まあだから、どこまでね、楽しく、えー、レベルアップしていけるか、10枚落ちの えー、コマ配置となるほどこれはなんかさすがにスカスカすぎる気がするけどね8枚落ちはい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 えー、ピオ将棋では対局設定画面の手合い割りから駒、えー、落ちの、えー、種類を選ぶことができるとなるほどえー、っと入門講座ピオ将棋では10枚落ち9枚落ち8枚落ちの入門講座を用意している え対局の考え方や相手の球を追い詰める方法を分かりやすく解説していますなるほどそっかまあここから行く方が良かったのかなえ入門講座では一手ずつ進めながら解説を見ることができるほい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 なるほどねえぴよし将棋の初心者向け設定 歯車ああこれはあれか入門者用の駒ガイドさっきやってたやつかな、まあ、この辺は別にいいかなというとこですね、えー、この設定で勝てるようになったらレベルを上げたり9枚落ち8枚落ちと駒落ちの枚数を減らしていきましょうなるほどはいえー、ということらしいですと いう感じっすねまあ、ちょっとだちょ,ちょっとだけ見てみるかこれ10枚落ちレッスンあれあこっちかえー、っと入門講座について、えー、再生ボタンをタップして解説を読み進める、えー、読み進めてくださいメニューボタンの右の3、えー、ボタンで入門講座メニューに戻れるメッセージ欄が狭い場合は画面をピンチしてサイズを調節してください あーはあ、はあ、はあ、狭いね。<laughs> ちょっと待って、画面をピンチして調節って。どうす、あちょっと待って。ちょっと待って。えー、っと、ちょっと <laughs> 難しいな。画面をピンチして調節しようって言われても。あれ まあ,あまあまあまあえー、っと要するにこれ10枚落ちでどんな動きをすればいいかを下で解説しながらえ進めてくれるよということみたいですね再生を押すえー、っと駒を落とされ落とした側の対局者上手落とされた側下手駒落ちは、えー、初手は上手が指す決まりまあそれは囲碁と一緒ですねなるほどはい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 最初に角が動けるようにした方が まあ、飛びはね、だから出てくのに時間かかるんだよね、きっと。だから、これで外に出れるようになったぞということですね。角の使い方を覚えよう。えー、角は斜め方向であれば何マスでもいける。ただし他の駒飛び越えないよということですね。斜めにある角を使うためには、まず初手は角の斜めにあるポー一つ進める。通常、えー、角道を開けると表現される。なるほどね。え、大駒、将棋には大駒小駒がある。大駒とは強力な駒であり、 えー、飛と格、かあ、角行なんだ。角行きじゃないね、やっぱり。通常略して単に、えー、角と呼ばれますってことだね。二つの駒のことですと。まあ、ちょっと呼び方がね、まだ定まらないんだけど。あ、これで相手のポーを取ると、王様で取り返すよ、ということですね。あで、真ん中まで行って、逆サイドを攻めるぞという威嚇をしてるわけか。えー、っと、三々の地点は、 相手の玉、えー、相手の玉じゃない、王将自ら守っていて、えー、三三角成と、えー、と、敵陣に、えー、っと、角を進めても、敵に <laughs>、次に王将で角を取られてしまいます。そこで相手に取られない場所。次に敵陣に進むことができる、えー、盤の真ん中の5の、五の地点に、えー、駒、えー、角を進めますと。あ、なるほどね。 えー、大駒飛車と角はとても強力な駒なのでできる限り上手に取られない渡さないようにしましょうこれでだから逆サイドに行けば逆サイドに行けば裏返って相手の陣地は穴だらけとそういうことですねはい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 うーんうんまあちょっと全部読むのだるいけどあのパワーアップしたよとはあこれはまあ分かりやすいね いや、さすがにね、あの、ポの裏側がキングワンオペだと、それは確かに突破できるわ。オッ OKOK。えー、10枚打ちでは、えー、角をなってから難しく考えることはありません。取れる駒は取ってみましょう。はあ、はあははあ、相手のポを取ることで、取った駒は持ち駒にすることができる。えー、持ち駒は、相手の手番のとき、ん自分の手番の時に、えー、盤上の任意の場所に打つことができる。ただし、自分や相手の駒が、 ある1には打てません、えー、将棋の指し手は指すと表現されますが持ち駒を腕上に置くことは打つと表現されますはぁ、あ、はぁはあ、なるほどねレッスン1では、えー、格の使い方を覚えましたレッスン2ではそのおさらいそして上手もレッスン1と指して加えていきますのでそれに対応した角の使い方を覚えましょうレッスン2これでも全部見ていくのはだるいなちょっと読む 読むところは適度に抑えつついくか。レッスンで覚えたいポイント1点だけ。6枚落ちまで使える必修の一手。お、これはじゃあちょっと覚えておくと便利かもしれないね。ああ、で、角を、えー、っと、使えるようにするためにはここを上がるのが一番だよということか。はい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 。で、角道を開けると表現すると。はいはい。 ああ、で、今度はさっきのところに行けなくされたから、その一歩手前で止まれっちゅうことだよね。あ、OK。そうだね。これで、え、左サイドに攻め込むと、えっ、ー、と、王様で守りきれんよ、ということだね。あ、OK、OK。それはもう説明読まなくてもわかりますね。はい、はい、はい、はい。お、レッスンさんこうなってと金を作ろう。これは、だから、今度は、 今度は、えー、っと、そうだね、角が裏返って馬になって、えー、までやった後に、今度は、ーを裏返していこうっていう話ですね。はい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 、取れる駒は取っていく。で、取り返す。で、えー、ここで、今度はポーを、えー、っと、進めていく。 えー、一手一マスしか進むことはできない。十枚打ちは、えー、上手も戦力が少なすぎて、なかなか上手から攻めることはできません。一マス一マス確実に上手に取られることのないポーを進めていきましょう。そうですね。これで、要するに金が一枚増えたりいくつか。なるほど。えー、っと、飛車の使い方を覚えよう。あ、これはちょっと気になるね。 まあ上下左右何マスでも進めるただし他の駒は飛び越えては進めませんそうだねだから使うためにはえー、飛車の前にあるポー1つ進めるこれさでもさ2手かけて真ん中まで行ってからさあのー、飛車2マス前に進んでさらに横に行かないと自由に動けないから全然手数かかりすぎると思うんだけどそういうもんなのえー、飛車先のポーを突くと、えー、表現されるはい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 。 えっと、上手としても簡単に飛車を鳴らせるわけにはいかないので、飛車み、えー、飛車先を守ります。えー、っと、縦方向に進める飛車を使うためには、飛車先の歩を、ポ、えーさらに一つ進める。んで、えー、レッスン後で覚えることになりますが、ここで、飛車先の、えー、歩を突いて <laughs>、これね、ちょっとね、多分ね、歩が正しいんだよ。歩が正しいので、 読み方がね、ちょっと統一できないんだけど、まあ、しっかり読んでいきましょう。<laughs> えっと、レッスン読んでは飛車を、えー、敵陣に進めてなることを最優先してみよう。ああ、まあやっぱそういう動きになるんだよね。これさ、だから手数かかりすぎてる気がしてさ、うーん、そうですね。まあこれだったら、えー、っと、一気にいけますよと。だから、か、あのー、角に比べてやっぱりちょっと時間かかるね。 えっと、飛車を敵陣に進めることに成功してなることができた。えー、竜になって、えー、さらに強力な最強の攻め駒となる。えー、竜はもともとの飛車の動きの、えー、上下左右縦方向横方向であれば何マスでも進めることに加えて斜めにも一マス進めるようになり全方向へ向、えー、進める強力な駒になりますと。いうことっすね。はい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 オッ OK。えー、次は、 筆者先の風を交換してみよう。なるほど。うん、まあまあまあ、ここまではいい。交換してみようっていうのは要するに、ああ、はい、はい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 。こういうことね。お互いに手、手札に入れましょうと。そうだね。これで、なんか横のやつ取ったら、 え、前回だか、相手がね、強者を持ってたんで、串刺しにされて取られたんだよ。覚えてるそれは <laughs>。でも、今は何もないから取っていいってことだ。なるほどね。はい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 。そういうことか。えー、っと、今度は、えー、っと、レッスン6、棒銀で、 棒銀 <laughs> 棒銀でいいのかなえ敵陣を突破してみよう。なんか幻影旅団的な感じだよね。右棒銀的な。え棒銀とはえ、銀章を棒のようにまっすぐに進めて攻めることからこの名前が付いたとされている。え速攻性があり、決まれば一気に敵陣を破壊するあ、敵陣を破る破壊力のある戦法ですと。え棒銀は、 え、飛車と銀を連携させて敵陣、じゃあ字がちっちゃいよなぁ <laughs>。敵陣の突破をえ狙う戦法ですと。えー、平手線においては、えっと、受け方も確立されてはいるものの、10枚打ちでは上手は、え、王将しか飛車先を守る駒がないので、飛車プラス銀の2枚で攻められては守りきることはできません。まあ、さっきからだって、 あまりにもワンオペすぎて何も守れてないじゃん。角にしても飛車にしても。まあ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 。えー、っと、ここまではさっきと一緒。で、えー、銀の方を進めるのか。はあはあはあ。で、えー、銀賞は前に一マス進めるのに加えて斜めであれば、全、えー、方、全、え、四、ー、方向に一マス進むことが。ああ、そうかそうか。そういう説明になるね。ここでは、 次ににに左斜斜めめめ前前か右斜め前に進めることになります。どちらに進めても構いませんはじめの攻めの銀は5段目に出ることができれば成功えー、平手線においては必ずしもこの限りではないはいはいはいなるほどだからこれで、えー、銀と飛車を使ってぶっちぎろうぜってことですねああそうか取れないからね飛車が。 いるので、ということっすね。OK, OK. なるほど。えー、レッスン7。筆者、各の連携で一気に攻略。はいはいはい。まずはく次に、筆者も、ああ、そうか。どっちも守んなきゃいけないと、大変だよね、っていうことか。 あ,ーはあははあ、なるほど。これで3と3のところに、えー、両方の、えー、っと、移動できるのが重なったぞということっすね。はい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 。で、えー、ここ取りたくても取れないぞいということで逃げなきゃいけないけど、えー、さらに大手をして逃げたら、えー、もう一枚も裏返すと、これで龍馬だ。はいはいはい。そういうことですね。OKOK、OK OK。えー、まあこの辺はなんとなくわかりますね。 まあちょっと何か書いてありましたが <laughs> えっと、えー、ちっちゃい文字で読むの大変なんでまあ、この辺ですかね、えー、10枚落ちレッスンはいかがでしたでしょうか差し方の方針や、えー、考え方さえ分かれば決して難しくはありません上手に駒をタダで取られること、えー、だけはないように気をつけてくださいね是非まずは10枚落ちで遊んでみてください最高レベルの ピオテイにも10枚落ちなら勝てるかもしれませんよ。ピオテイ10枚落ちは厳しいピオ。なるほどね。はい、えー、ということなんで、じゃあ、えー、次回は順番に、あ、そうね、レベル5の日和さんに前回勝ったんで、 え、順番にレベル6ピオキチ君行こうかなと思ったんだけど、10枚落ちで、ああ、一番強いね、ピオテイさんに最大ハンデで挑んでみるっていうのもありか。そうだね。じゃあちょっと、え、次回一回変則的ですが、え、10枚落ちのピオテイさんやってみますか。 はい。えー、ということで、じゃあ今回はね、ここまでにしようと思います。ありがとうございました。いよいしょ